アマランスはナイトウィッシュがリリースしたアルバムダークパッションプレイから2枚目のシングルビデオゲームザ・ウィッチャーの挿入曲2007年8月24日に発売より2日後でゴールドディスクになったことが明らかにされた8月29日にはフィンランドのチャートでトップになり続いてハンガリーやスペインなどでトップを飾った 傷ついた天使ビデオは、にもを監督したアンティを記念が、再びメガホンを取って撮影が行われ、ヒューゴシンベリの会が、傷ついた天使をテーマにし、物語性のある映像になった。このビデオは、ニュークリアブラストより、YouTube 上で2007年8月8日に公開された。シングルに収録された、ホワイル・ユアリップス・アースティルレッドは2007年に映画、リーグッサの主題歌。 ソーマス・ホロパイネンが書き、マルコ・ヒエ・タラが歌った。演奏は、この二人とドラムス担当のユッカ・ネバライネン。映画のシーンと組み合わせた、ミュージックビデオも撮影された。スパインファームレコードからは2007年8月22日にリリースされた。シングル、アマランス2バージョンをすべて収録した2枚組。 ディスク1ディスク2ニュークリアブラストからは2007年8月24日と31日にリリースされた。CD が2バージョン、以上2枚組のデジパック版、DVD が1バージョン、合計4バージョンでリリースされた。バージョン1バージョン 2DVD。ありがとうございます。